からハレルヤで挨拶しましょう。せーの、ハレルヤ。今日も元気出してイエス様に賛美を捧げましょう。じゃあお祈り準備をしてください。お祈りします。愛するイエス様、感謝します。主の皆を褒めたたえます。この時間イエス様に心を尽くして、思いを尽くしてイエス様に礼拝を捧げます。最後まで私たちと共にしてください。感謝しイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。じゃあ皆さん立ち上がりましょう。
御言葉を聞く時間です。イエス様の御言葉を聞いて従順して歩む子供たちになりましょう。じゃあせーのしたら先生を迎えます。せーの、ハレルヤハレルヤ。今日の御言葉を一緒に見てみたいと思います。今日の御言葉はイザヤ書62章6節から7節の御言葉です。イザヤ書62章6節から7節の御言葉です。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いて、昼も夜も絶えず漏すことのないようにしよう。主に思い出されることを求める者よ、自ら休んではならない。主がエルサレムを固く立てて、全地に誉れを得させられるまでお休みにならぬようにせよ。アメン。ハレルヤ。皆さん、あるクリスチャンがいました。そのクリスチャンが天国までの旅を立ちます。じゃあ旅を立ってしばらく天国へ向かって行くところ、突然悪魔の隊長に出会うんです。それで悪魔の隊長に捕まれちゃって、でそれで牢屋に閉じ込められました。でそのクリスチャンは落胆して、はあ、天国まで行かなくちゃいけないのに、こんな牢屋に閉じ込められて、これから私どうすればいいのって悩んで落胆しているその時でした。ふっとこのことが思い出しました。そのことは、旅立つ前にそのクリスチャンは神様から一つの鍵をもらいました。それで神様から旅立つ時には必ずこの鍵を持っていくようにと言われたんです。その時の神様からいただいたその鍵のことを思い出したわけなんです。でそれでそのクリスチャンは牢屋のドアに近づいて、その持っている鍵をそーっと入れてみました。そしたら、そのなんと牢屋のドアがどうなりましたっけ、開かれたんです。皆さん、今日の御言葉を見てみると、イザヤ預言者がこう言います。神様を休ませてはいけない。神様を休ませてはいけない。これってどういうことなんでしょうか。神様は毎日毎日私たちに恵み、また神様の御心、また神様の御言葉を私たちに与えてくださっています。その神様の御心、神様の御言葉、それを成し遂げる方は私違います。神様ですよね。神様が私たちに御言葉を与えてくださり、その御言葉通りになさるのは神様です。だけど神様を休ませてはいけないっていうことは、まず神様がその私たちにくださった御言葉、また御心を神様ご自身が忘れることがないように私たちがしなくちゃいけないという意味なんです。じゃあそうしましたら、どうすれば神様が私たちにくださった御言葉、御心を忘れさせないようにすることができるんでしょうか。それはさっき先生がちらっとヒントをあげたんですけど、気づいたいと言いますかそれはお祈りです。その鍵っていうのはお祈りです。私たちが神様にお祈りすることで、神様が私たちにくださった御言葉、御心を神様ご自身が忘れることなく、ちゃんと神様がくださった御言葉、御心通りになさるように私たちは祈らなくちゃいけないという御言葉です。
皆さん、神様が御言葉を与えて、その御言葉を成していくのは神様です。だからといって私たちは、ってじっと黙って何もしないで行ってもいいのではないんですね。今日の御言葉通りに祈りを持って神様を休ませてはいけないんです。私たちが切に祈るその祈りを神様は聞いておられ、あ、そうだ、その約束をしましたよねって思い出させるんです。あ、その御言葉をあなたにあげたんだなって神様が思い出させるように、私たちは毎日毎日切に祈らなくちゃいけません。その切に神様に祈ることによって、神様はその約束の言葉、神様の御心を忘れることなく、ちゃんと神様はそのことを成していくのです。そのために私たちは絶対やらなくちゃいけないことを一つ、まずその鍵は祈りであることを忘れないようにしていきましょう。祈り、ただ神様感謝しますってこういうふうに祈るのもいいんですけど、答えられる祈り、また奇跡を生み出す祈りというのは、そういう神様という祈りよりは切ない心を持って神様に叫んでいく祈りです。イエス様聞いてくださいと切に祈っていく2011年にしていきましょう。そうするとこの1年は神様にあって豊かな実をたくさん結ぶ2021年になることを信じます。先生と皆さんは今年は、ね、何よりも応えられる祈り、奇跡を生み出す祈りをしていく私たちにしていきましょう。それで神様を休ませてはいけないっていうことね、忘れないようにしていきましょうね。絶対神様を休ませてはいけない、祈りをしていきましょう。毎日毎日ね、約束ですよ。じゃあそれで今年の年末、今年が終わる頃にまた先生といろんな、どんな祈りに応えられたのか、どんなことが起きたのか、いろいろ分かっちゃっていきたいと思います。アメン、アメン。じゃあではこの時間先生とお祈りをしましょう。イエス様感謝します。今日も素晴らしい御言葉を与えてくださり感謝します。私たち今年は何よりも神様を休ませない私たちになっていきたいと思います。休まずに切ない心を持って神様に祈りを持って訴えていくことができるように聖霊様導いてください。毎日私たちの考えや心を神様に集中していくことができるように導いてください。今年は毎日毎日神様に切ない心を持って祈ることによって応えられる祈り、また奇跡を生み出す祈りを体験することができますように、同情聖霊様働いてくださり私たちを導いてください。感謝し主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。じゃあそれでは感謝の心を込めて神様に捧げ物を捧げましょう。神様、この1週間守ってください。ありがとうございます。これから現金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
レルヤ。それでは捧げられた献金のための祝福のお祈りをします。神様、本当に今日答えられる祈り、奇跡を起こす祈りについて御言葉を聞きました。今日のメッセージに感謝して、子供たちが心を込めて信仰を込めて捧げ物を捧げました。捧げた一人一人のその子供たちを祝福してください。将来を、未来を祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではすべての栄光を神様に返しましょう。